A-12、停止指示を出すマーシャラーマーシャラーとは、空港や、軍用飛行場、航空母艦などで着陸した、航空機を駐機場やハンガーに誘導する、グランドハンドリングスタッフ。航空機誘導員、地上誘導員とも、ヘリコプターに対してはヘリポートへ、着陸誘導したり、吊り下げて運ぶ積み荷を機体に接続するために、その積み荷の直上へのホバーリング誘導を行う。 マーシャラーが持つライトスティック電池を内蔵し、発行できるロイヤルインターナショナルエアタトゥーに参加するため、フェアフォード空軍基地を訪れたトルコ空軍の C-160D を誘導するフォローミーカーマーシャリングは、グランドハンドリングのうち、エプロンで作業するランプサービスの一つである。多くは、JAL グランドサービスのようなグランドハンドリングの会社に所属しており、 自社便や委託された便を誘導する。軍の航空部隊では列先整備員がローテーションで担当することが多いが、軍民共同利用の空港や大規模な飛行場では専門の誘導員が担当することもある。誘導指示は両腕と指先で行うが、パイロットやトーイングカーの運転手からの視認性を上げるために両手に黄色のパドルを持つことが多く、 夜間用のライトスティックを昼夜ともに使う場合もある。大型機では操縦席から機体近くの地面が見えないため、ピックアップトラックなどの荷台にリフトを取り付けたマーシャリングカーと呼ばれる車両を使用する。混雑する大規模な空港に臨時で着陸する便や用人が乗った機は事故を防ぐため、ホローミーカーと呼ばれる先導車が個別に誘導に当たる。名前の由来は、 非誘導機に、ロー目と大きな表示を出すことから。ミュンヘン空港では一部のボーディングブリッジ付近に、距離センサーとパイロットへ指示を出す電光掲示板を設置することで、マーシャルアーによる誘導を原則不要としている。以下は出発の場合。イギリスフェアフォード空軍基地で行われる、世界最大の軍事航空ショーハットアスキー .jp、空港関係者も見たことない 羽田空港で激レア特殊車両を取材した共用施設の現状と計画成田空港その役割と現状成田国際空港2005年11月ビジュアルドッキングガイダンスシステムを中部国際空港への購入し2月17日の開港より運用を開始日本電気システム建設 NEC ニュースリリース2005年2月9日ありがとうございます